野球のポジションズ左翼手とは、野球、またはソフトボールにおいて、本類から見て、左側を主な守備位置とする外野手。中堅種の隣、遊撃手、三塁手の後方に位置する。守備番号は7。英略字は LF。日本では、レフトとも呼ばれる。主に、レフトハウルゾーンからセンターまでの守備範囲を担う。全体として、 多数を占める右打者による引きを処理する機会が多いために確実にフライを補給する能力が求められる。また、レフト線上の打球を素早く処理して長打をシングルヒットにしてしまう機敏な選手が望ましい。中堅守や遊撃守の守備による負担を軽減するために足の速さを要求される場合もある。さらに三塁への送球に備えたバックアップも行う。一方で、 三塁近くに位置することから遠くの霊に送球する必要がほとんどなく、右翼手とは反対に肩の強さはさほど求められない。走者がいない状況ではバックアップを行うこともあまりないため、守備による負担が比較的少ないポジションである。草野球や少年野球などでは左打者に比べて右打者の数が極めて多く、また引っ張る打球も多くなるため、 必然的に打球処理の機会は外野手のうち最も多くなる。ただし、少年野球では守備位置がプロ野球と比べ30メートルほど前となるため、強い打球がレフトに飛んだ場合、ファーストに送球される太頃が成立することもある。一方で、高校野球やプロ野球のように競技レベルが上がって、行くにつれて、左打者の数が増え、右打者も、 走者を進めるため意図的に右方向へのバッティングをする場合が増えてくるため、守備機会は少なくなっていく。そのため、日本プロ野球では一塁手と同様に打撃能力は高い一方で、守備能力に優れていない選手を左翼手に据えることが多く、日本プロ野球ではゴールデングラブ賞がそのシーズンでの左翼手のレギュラー選手から選出されることは少ない。 フライを補給する左翼種また高校野球などでエース格の投手を交代せずに休ませるときに比較的負担の少なく気球での違いの影響も受けない左翼種に置くことがある。ウィキメディアコモンズには左翼種に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。